やばいやばいやばい、録画するの忘れちゃった。だっていいかな、いいと思うみたいな雰囲気でふわっと始まっちゃうからね。そんな感じ。1位は大島優子。それ言っちゃうんだ。もうマイフェイスマイスタイル解散だよ。そんなギャンブルしちゃうの？僕の頭を殴ったんだよ。なんでなの今の。皆さんこんばんは。あざ、やけど、傷、アルビノ、脱毛症、眼瞼下垂、血管腫、白斑など顔や体に先天的だったり後天的だったり見た目の症状を持つ皆さんへ、もう少し楽に生きるためのメッセージをお届けするNPO 法人マイフェイスマイスタイルのノンストップ生放送番組、ヒロコビッチの穴、6月6日ボリューム64のお相手は、残念にヒロコビッチとガイヒロコと、マジかよ、ちゃんとオープニングが終わったら切り替えていかないと。切り替えが大事だよ、切り替えが。サシやったね、アルビナイタテイナカツヤコーチです。切り替えないとなんだよ。だって残念だったんだもん。何言ってんのマジで。今回のテーマ重いんだよ、はい、それどころじゃないんだよ。はい、ちょっと気合入れて言ってくださいよ。よし、大丈夫です。今回のテーマは重いね。なんと死、障害と向き合わない問題としての認め問題をお送りしたいと思います。あ、はい。いや、今回に関してはね、言わせていただきますよ、僕だって。あ、どうぞ。マイフェイスマイスタイルが毎週水曜日にお届けする無料メールマガジン、MFMS マガジン。はい。そこで行われたヒロコビッチの穴予告、見た方はよくお分かりでしょうけど、完全に戸川ヒロコが一人で考えて一人で持ってきたテーマだから、僕に関しては何にもしないの。私がここ最近考えてたこと、そして今回語りたいことはこれですみたいなことを勝手にメールマガジンで予告されたんで、今日はもう粕谷浩二もだいぶ置いてかれてますからね。だってヒロコビッチの穴だから、ね、ポツンですよ。置いてけぼうりですよ。あ、それで拗ねてたの。いや、拗ねてませんけど、今日はいつにも増して僕には全く要素というか素材が一切ないまま始まってますから、はい、ええ、もう何の相談もなく、もう何にもないです、僕は。ええ、本当に今日どのあたりから話し出すのかとかもわからないわけだから。ああ、そういうことか。放っときますよ。
やまあいろいろね、この間の6月3日日曜日だっけトークライブをやって、ああっと久しぶりにこうちょっと穴が開いたからさ、毛穴がねその辺の話をあヒロコビッチの穴でしようって思っちゃったもんだからさ、そういえばカズヤには一切相談はしなかったなとは思うけど、うん、一切相談もなく、うん、わーっとメルマガ書き上げてこれだと思ってこれにしちゃったんだもん、しょうがないよね。まあいつものことっちゃいつものことなんですけどねそれでもだいたい見た目問題を扱っていくさユーストリームの番組だってことは、まあ、一貫してたから、うん、これまではテーマを聞けばなんとなくここら辺でいけばいいかなっていうのをアシスタントとしても一応予測はついてくるわけよ、うん、まあ、今回に関してはだから想定外も想定外ですよね。一切わからないんだから、だから戸川博子が6月3日、うん、行って何をしてきたかも一切報告聞いてないんだから、うん、言ってない。どんな話をしたんだよとかどういう雰囲気だったんだよとか、私はそこでこういうことを感じてこう思ったんだよとかっていう報告も一切なくここに挑んでるわけだから、もうだんまりですよ僕そんな意地悪言わないでさ仲良くやろうよ。だから始めていいですよ、2人で番組お届けしてるわけだから始めていいですよね、一緒に仲良くやりましょう。僕最近ねほんとずっと頭痛いんだよ。え、それはどういう意味で分かんないんですよ私にってこと。いや分かんないんです、私も頭痛いんです、ずっと痛くて、うん、あ本当に本当にちょっと MRI とかで調べたいぐらい。めまい頭痛って危ないって言うじゃん。言うね、脳が主に、うんうんうん、ずっとクラクラしてるから、そういった意味では僕あの死ぬかもっていう感覚をここ最近はずっと感じて生きてますよ。寝不足でしょ。寝てんだそれが何せほら僕ニートだから寝てんだよ。しかも最近に関しては結構心がけてて、うん、夜遅くても朝になる前にはちゃんと寝ようと思って、意外に朝も早く起きてるね。結構遅くても昼より前には起きようと思って、うん、ニートながらに一応努力をしたりしてるわけよ。わかるわかる。でもずっと頭痛いんだよあれね。あと動悸がズン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 、主に通帳を見てるときね、動悸がズンズンズン、死ぬかもって思うよね。体に良くないね、うん、あ早く寝るとね早く起きられるよ。私最近すごい早起きなの。おそれもさ、目覚ましかけてるのに目覚まし鳴る前とかに目が覚めたりするの。音声小さい？大丈夫？え、ちっちゃい？わかんない、まあ、私の声もちっちゃい？ちょっと違うかもしれないけど、あ、ごめんね、あ、本当だ、音声小さいですねって。うん、わかんないけど、え、私の声は？聞こえてないんじゃないんだったらいいかな。カセヤさんの声がちっちゃいだから多分向こう側の設定になってるんだろうね、マイクが。あ、そっか、オッケー、じゃあ一回指向性変えたからね。うん、じゃああの大丈夫ですかな。まあごそごそしながら、はい、そろそろ本題に入ってもらわないと困るんで、ね、じゃあそろそろ本題に入りましょう。はい、もう選挙も落ち着いたことだし。加藤浩二です。戸川博子です。本日のテーマ、死、障害と向き合わない問題としての見た目問題。はい、まあメールマガジンにも書きましたけども、6月3日、小さな命に寄り添って、だって小さな命のそばにいてだ、ごめん、小さな命のそばにいてというあのトークライブを一緒に岡本博さんと一緒にやってきました。すいませんね、ウェブサイト上にも全然報告とか何にも上がってなくてすいませんね。ちゃんと無事に続かなくやってまいりました。で、岡本さんは基本的に死っていう、こうところから生きるとか命とかをこう考えて語るっていうタイプの方なんですよ。だからもう話がさ、死ぬ死ぬって死ぬ話がいっぱい出てくるのね。死ぬ、まあ、なるほど。死ぬことを、まあ、考え続けたこととか、本当に死にこう向き合ったこととか、うん、で彼はアフリカでそのいろいろ衝撃を受けて、そこからがスタートなので、うん、ちょっと書きましたけども、当たり前のように人が生まれ、当たり前のように人が死ぬっていう、こう現実にこう直面したらしいんですよ、うん、
で本当に人がバタバタ死んでいくっていうのはエイズだったりそのいろんな病気だったり戦争内戦だったり でそこでその死が本当に生活の中にあるっていうようなことに衝撃を受けたっていうようなところからスタートなので非常に死っていうものをストレートに話す方なのね。でそれを受けてクロストークなわけだからじゃあ戸川さんよろしくお願いしますみたいな感じでもう見た目問題っていうのは知らないところが問題なんですみたいなことを今までずっと私の場合は語ってきたので、命に別状がない、治療の緊急性もない公的な支援もないっていうような話をこうしてきたわけだから知らないんですよ見た目問題基本的に。でどうしようかなってこうずっと思いながら岡本さんの話を最初聞いててでもそこであってこう私なりに気づいたことがあったので今日はその辺のお話をしてみたいと思った次第でございます。何ですかねあっと気づいたことって。うんまあその話はじゃあどこでしようかな。その話その話じゃないの話すのは。いや一回違う話挟まないといけない。いやその話なんだけどまあそのねじゃあそうあじゃあもう素直に話しちゃおう。死とねそのアフリカの人たちのまあ生活とかって話をこう聞きながら思っちょっとごめん何一個だけ処理してていい？いいよやっぱカメラの方を向きたいのね喋るときはだからカメラの方を見てここにちょっとカンペが貼ってあるんだけどそのカンペはいいもう処理した終わったって思って行こうかと思ったの、うん、だけどもう見ただけでやっぱ笑っちゃうから一個だけ処理してていいこうねチーフがみんなが音が小さいとかって言ってるのに対して調べて普通音声は普通に出てるから大丈夫っていうのを伝えるために大丈夫って字間違えちゃうっていう大丈夫っていう字間違えられちゃったら笑うよそりゃそりゃ笑うよさすがに大丈夫はね大丈夫っていう字書けなかったらもう大丈夫じゃないと思う大丈夫だよ大丈夫大丈夫それだけちょっと気になっちゃったから1個処理させてね。まあいいやじゃあ、うんまあ、そんなもあったんだけどその前もその前振りみたいのがあって1ヶ月間私一体どんな人に会ってきたりとかどんな問題と会ってきたのかなとかもこうずっと考えたわけよ自分の頭の中で、うん、でまあちょっと自分のスケジュール手帳とか見ながらバーって書き出してみたらこんだけの人たちに結構会ってたのね。あもうメルマガが手元にないかもしれないから一応ざっくり読み上げてじゃあざっくり読みますか。私1ヶ月の間はいこの1ヶ月の間に私が直接会ったり、まあ、あるいはそのセミナーだったりとか上映会だったりとかで、まあ、見たり聞いたりした問題とか病気とか人とかっていうことなんだけど1ヶ月ね、天保層表皮水疱症から米軍基地問題東日本大震災アルコール依存症自殺国連国際人権ネグレクト育児放棄貧困在日童話問題から感染障害者の家族下垂体機能低下症筋痛性脳脊髄炎慢性疲労症候群視覚障害高次脳機能障害 ADHD 発達障害統合失調症薬害被害者聴覚障害引きこもりエイズ孤児母子感染少年兵と昨日の20代のセックス、まあ、こんだけのことを1ヶ月の間に見聞き渡り歩いてたわけです。マジだね雑食にも程があるよ問題だったら何でもいいのかって思うぐらいあらゆる問題をつまみ食いしましたね1ヶ月のうちに。はいでまあこの1ヶ月は結構いろいろあったとはいえ、まあ、毎月まあ大体こんな感じですよ。でこうなんだかんだといろいろ本当に見た目問題に直結することもあれば関係ないかなって思われるようなことであってもなんとなくピピッと自分のアンテナがこうパパってこうなんとなく触れた時にはパッてすぐこう行くのね、うん、まあなんか講演会があるよって聞けば講演会はあって行くしなんか上映会あるっちゃ上映会で自分が出るイベントとかもあるしっていうようなことで
本当に自分の興味関心が惹かれたものには結構身軽に行く方だとは思うので、まあ、こんだけわーって1ヶ月間行ってきた中でやっぱりその病気とか、まあ、東日本大震災みたいな、なんていうの、震災とかっていうことで本当に死とかすごい過酷なことに直面するようなこともたくさん見聞きしてきたわけですよ、うん、でそんなこんなもあってその6月3日のトークイベントなんかもあって、うん、死とかっていうものをこう考えながら見た目問題とかっていうのを考えた時にねふっとなんか本当に思ったんだけど死とかさ障害とかってさこうもう強制的に向き合わなくちゃならない問題ってあるじゃない、うん、病気でもそうだし本当に機能的な障害があるような障害もそうだし、うん、東日本大震災みたいな震災とかもそうなんだけどもう完全に死と向き合わざるを得ないことってあるじゃない、うん、もう好き嫌い言ってらんなくてさでそういう状況にある人はなんて言ったらいいんだろうもう強くならざるを得ないじゃないそこを生き抜いてる人たちって、うん、あの環境的に、うん、だからなんていうのそこからこう湧き上がってくるこう命とかさ湧き上がってくる人の姿とかってやっぱりすごいなって素直にこう思うわけよね、うん、強いなこの人たちすごいなってそんな風に思っていながらその見た目問題をこうなんかこう顧みた時にああそうか見た目問題の当事者の人たちなんで私がね当事者の人たちってすごい魅力的だって思ったり惹かれたりするってここかって改めて気づいたのが、うん、死とか障害にある意味向き合わない問題じゃん見た目問題ってそれなのになんて言ったらいいんだろうそれなのにこうなんて言うんだろう自らこうなんつったらいいのかなその問題にこう向き合わなきゃならない向き合って生きてる人たちなわけよもううまく伝わんないかな伝わった？うん。だからね死というのが本当に隣にあったらもう嫌でも向き合わなきゃいけないからそれは人間やっぱ強くもならざるを得なかったりするわけじゃん、うん、ところが見た目問題っていうのはそれがないなんていうの自分でそれをこうなんつったらいいのかな死とか障害にこう直面しないがゆえにこう何かに向き合って強くなるんじゃなくてこう自らこう律しているっていうような魅力、うん、あそこかって思ったのよわかる言いたいことまあすごくそのおそらく、うん、当事者じゃないから感じた感動だったんでしょうねあそう、うん、なんかすごいそう思ったの当事者じゃない見た目問題スペシャリストとしての戸川博子が、うん、当事者を理解する一つになったってことだよねそうかもね当事者側からするとわあそこってすごいっていうポイントでは多分ないと思うけどああそうかもしれない多分そちら側視点ではそうなんでしょうとは思いますねうんなんかねそう思いました、うん、過酷なさ環境にあれば私はやっぱ例えべただからうまいこと言えないんだけどさこうすっごい寒い地域に住んでたらよそれ寒さにも強くなるよね北極とかに住んでたら寒さにも強くならざるを得ないじゃない、うん、すっごいね例え話がね稚拙だけど合ってると思うそれでいこう、うん、だけど普通に温暖な気候なところに住んでたら寒さに強くなれって言われたってなれないじゃんっていうようななんかそういう周りの環境から必然的に強くなっていくっていうんではなくて本当に自分自身の内面と向き合ってこうある種こう輝きが出てくる強さみたいなところそこに多分私はすごい魅力を感じてるんだろうなと、うん、そう思ったわけですよ、うん、これって結構すごいことだと思うんだけど
はあ、そうか、粕谷さん的にはピンとこない？いや、まあ粕谷さん的にはどうこうは置いといて、戸川ひろ子的にはその、見た目問題当事者が持つ独特の魅力みたいなのを、うん、まずみんなと共有しているかどうかっていうのを確認しなきゃいけないわけよ。うん、そうだね。で、その魅力っていうのはバックボーンとして死と直面せずとも得ている強さの一つなんじゃないかっていう話をしていくっていう流れにならないと広くたくさんの人が理解共感できないから、うん、まあ、じゃあもうちょっと補完とはしちゃう、ね、話を変え、もう少し話をこう動かすと、こういう言葉が適切かどうか分かんないけど、死なないとか、なんつったろう、その機能的な障害とかがないとかっていうとすごくこう なんて言えばいいかな、生きられちゃうじゃん、ある意味そのままでも。なんかちょっとこうなあ、そういうの違うな、なんて言ったらいいんだろう、死とか障害がもうどうしても避けられないとなったらそれと本当に向き合わざるを得ないので、人はやっぱりなんかこうそれに向き合って生きていけちゃうと思うのね。それなりにこう自分の強さが増していくというか。でもそうじゃない見た目問題っていうのは、なんかこう何が困難なのかっていうと、困難さもこうちょっと中途半端な感じで、そこにこうなんていうのかな、絶対的にこう向き合って強くなっていく必要性みたいなものがないというか。にもかかわらずその当事者の人たちはその死とか障害とかっていうような分かりやすいような非常に困難っていうことではない、漠然としたその見た目の違いみたいなものとこう向き合って、しかも自分自身の内面とそれを向き合わせていって、そこでこう自分っていうものを深めていってるっていう魅力なんだよね。あ、どうですかね、うまく伝わんない？2ちゃんあたりで炎上してほしいと思いますけど、多分まあ生死命と直面していない問題だとしても、うん、おそらくこのコメントに上がっているように偏見や周りからの視線には直面していると思うんですよね。そういった意味では問題に直面して強さを得なければならない環境にあるんじゃないかっていう考え方もあると思いますけどね。でも偏見とか周りの誤解とかっていうのは、それは障害であったりとか本当に死と直面している人たちだってあったりするわけじゃん。でもなんて言うんだろう、そういうこの測れないものってあるでしょ、偏見とか周りの視線っていうのは測れないじゃん、うん、だけど死ってもういやおうなく死んじゃうわけじゃん。そういうなんて言ったらいいんだろうな、誰もが分かる確実な、困難さとかっていうものと、その漠然と多分もう困難なんだろうなとは思いながらも漠然としてるものっていうのとのやっぱ向き合い方って違うと思うんだよね。わかる？これうまく伝わる？すごく、そう、死ぬ病気だったりとか障害だったりとか本当にそういった人たち、向き合ってる人たちとかっていう人たちと知り合えば知り合うほど、見た目問題っていうものの困難さの漠然性みたいなものっていうのが感じるわけ、うん、そこをねあえてなんていうかね、それに向き合うことっていうのは本当にとても厳しいことだと私は思うわけよ。これわかるかな、うまいこと伝わるかな、わかんないです。当事者以外には伝わってるのかもしれないです。伝わんないかな。見ているのが大半当事者だとするならば、まあ、ほとんどの人には伝わってないことになりますけど、そうか、ちょっとどういうあたりからどう何を喋ってるのかがいまいちすっきりしないですね。うまいこと伝わんないかな。ね、どう説明したらわかるのかな、どう説明したらいいんだろう。私の中では多分すごいよくわかってるんだけど、うまく伝えられないな。例えばさ、
んとそうだな、障害がある、障害があるも言い方はちょっと漠然としてるな。例えばじゃあ例えば腕がないとするじゃん、うん、腕がない人ってもう、じゃあ腕がないはいろいろあるな、足が動かない人は走ることとかっていうのは物理的にできないじゃん、うん、立ち上がったりとか走ったりとかっていうことが物理的にできないでしょ、うん、で足が動かないってことはどうしたって他人のこう手を借りたりとかしなきゃ生きていけなかったりとかもするじゃない、うん、だからその何が何でも絶対にぶつかってしまうことっていうのがあるじゃない、うん、ところが見た目問題っていうのはそういう意味では何が何でもぶつかることっていうのがないわけよ。やろうと思ったら何でもできるじゃんっていうことなわけ。周りからの偏見とか誤解とかそういうことじゃなくて、例えば走るとか動くとかっていうことに関して言えばできちゃうしっていうような、そのなんて言うんだろう、できない、ある意味できないことはないっていうような言い方されたりもすると思うんだけど、そういう漠然としてる困難なんだけど、人からこういろいろ見られたりとかいろいろな偏見とかを受ける、その本当にそういう意味での辛さというか困難さみたいなものなので、できるっちゃできるんだけどでも困難なんだよっていうような説明すらも難しいような困難さだったりするじゃない。でそういうものとやっぱり向き合うっていうことはある意味すごくメンタル的に自分自身の中で深めて落とし込んでないとうまいことそれがこう向き合えないっていうのかなっていう問題だと思うの。何が問題なのか何が困難なのかっていうのを自分たちの中でこう深めているっていうのかな、だからとても難しいことなんじゃないかとも思ったし、それを深めていて向き合って生きているってことに私はやっぱすごい魅力を感じるわけよ。わ、うん、かる？わかるかな、うん、そういうことなんだけど、まあ、なんとなく分かったような感じだけは残りましたけどね、うん、そう。でもやっぱ私はそこがね、だから自分自身なんでその障害者問題だったりとか障害者の人だったり薬害の人だったり、うん、重い病気の人だったりっていう人たちともこう知り合うし、でそういう問題で活動している人たちとも知り合うんだけど、そのどうしてもその見た目問題とか見た目問題当事者さんとかの方に私はやっぱり魅力というかそういうものを感じて、この違いは何なんだろうっていうのが自分としてもなんとなくは分かってたんだけど、あそうかってふっとまたちょっと気づいたというか思った瞬間だったんだよね。うん、でいろんな問題を知れば知るほどそうかなるほどこの魅力はっていうのを自分の中で、うん、再確認してるみたいなところはあるんだと思うけど、そういうことなんだよね。うまく伝わんないかな。どうしたらうまく伝えられるんだろう。なんとなくこうあれだな。なんか変な感じがしますね。変な感じがする。うまく伝わんないかな。今日はコメントが活発なんですけどね、うん、みんなが一生懸命戸川ひろ子の言ってることを解釈しよう解釈しようと思ってこういうことですかこういうことじゃないですかとかいっぱい言ってくれてるんだけど、うん、どうも違う、うん、しっくり来ない、ね、そう1時間かけてしっくりするようにしたいな、まあ、それで言えばちょっと前に、うん、しおりさんが言った、うん、体の問題的に死と向き合っているか心の問題的に死と向き合っているかじゃないんですかねっていうのがなんとなく僕は引っかかるところでね、なんか機能的に障害があるとか、うん、こうまあなんていうの、物理的に病気と戦って死が迫ってくる感覚とは違うけど、うんうん、それより少ない問題だとして見た目問題を話している感覚がなんかこうしっくりこないんだよね。それより少ないとは全然違うんだよね。なんか、ね、むしろ人の手を借りなければ生きられない障害であったりとか、うんうん、近づいてくる死と向き合ってくることよりも、うん、そのままでは生きられる見た目問題っていうのは、うんっていう話し方なので、なんかこう
その線引きがなんか変な感じが僕はするんだよね。何と何をどう比べているのかがちょっと分からなくてね。あのね、例えば何だったらな、そう、この放送を今日初めてご覧になった方や普段から戸川さんの考えにあまり触れたことのない方には伝わりにくいかもしれません。まさにその通りですね。戸川ひろ子が言っていることをよく聞いたり見たりしている人は、うん、なんとなく言わんとすることはわかるだろうけれども今回この話だけを聞くとちょっとわけがわからないっていうのはあるよ ね。問題がさ、問題っていうか困難さっていうのが明確というか分かるじゃない。例えば障害がある人、例えば車椅子の人だったら生活の中で何が困難でどういう問題があるのかって、もちろんもっと奥の深い問題もあるんだよ。だけど少なくとも何が問題で動きづらいとか、バリアフリーになってないから行きづらいとか電車乗りづらいとかっていうのは、そのすごく困難さみたいなものがはっきりと分かりやすくて、でそれを一つ一つこうクリアをしていくっていう作業ができるわけよね、うん、例えば車椅子の人が通りやすいように段差をなくすとか、車椅子の人が利用しやすいようにこう何かを変えていく、あるいはみんながそれを手伝えるようにするとかっていうことで問題もはっきりしてるし、それをクリアしていく 方法とかもある程度はっきり分かる。当然心の問題とかいろんな偏見とかっていうのはあるだろうけど、クリアしていくことが明確だったりをしてすごく分かりやすいので、それとこう向き合ってる人たちもこう自分たちの問題をどうしていけばいいのかっていうのが意外にはっきり分かる、うん、だから大変じゃないって意味じゃないよ。大変だけどそういう意味ではっきりしてる。だけど見た目問題っていうのは何が問題で何をどうクリアしていって自分がどういうふうにしていけばいいのかっていうことがはっきりとわからないじゃない、うん、だからこそ自分自身の内面と向き合って落とし込んで深めていって、ここだっていうふうにみんななんか落としどころみたいなものを見つけて、そこと向き合ってこう自分自身がなんていうんだろう、それに気づいて生きていってるみたいな、うん、その強さみたいなのに惹かれるんだよね、うん、伝わる？なるほどね、うん、なんとなく分かりましたね。僕らをご覧の皆さんがそう、なんとなく分かりましたね、まあ、言い方としてしっくりくるかどうかっていうのはまた別ですけど、多分その、うん、はっきりしているか漠然的なものかっていうようなところを今話してたんですね、うん、多分ね、うん、なのでまあ死や障害は誰の目から見ても明らかに分かる状態、うんうん、だけど見た目問題の内包する問題、うん、見た目問題当事者が内包している問題っていうのは人が見てもよくわからない、その漠然さが難しいと言ってるわけですね。そう、周りから見ても分かりづらいし、多分本人自身も分かりづらいことなんじゃないかと思うわけ、うん、で戸川ひろ子自身も説明しづらい、うん、わけだね、うんうん、だからね、そのなんて言うんだろう、あ、ね、なんつったらいいんだろうな、そう、戦うっていうか、まあ、立ち向かう、戦うべきもの、クリアすべきものがはっきりと分かっている状態の方が、なんていうの、分かり、まあそうね、はっきりと分かっているのと、分からないゆえに、分からないゆえの困難さみたいなところで、そこを分かるために見た目問題の当事者の人たちは本当に自分自身をすごく深めていくことでそれを理解しているように私には見えるわけ、うん、だからその自分自身に対する深め方とか落とし方みたいなところにものすごい魅力を感じるわけね、うんうん、だからさ、例えばね、社会的な問題って言われてる、障害者問題だけじゃなくてね、いろんな社会的な問題って言われてるものに
人に携わっている人たちの多くはやっぱ外に向かって何をこうし変え、なんていうの、ここがダメとかここが違うとかっていう風なことを今言いやすいわけよね。で、外にあるもののシステムを変えるとか、外にあるものを変えていくことですごくクリアになっていくことがたくさんあって分かりやすいの。もちろんそれで全部が解決するわけじゃないけど、非常にそれによってメカニズム的にもクリアしていくことが多い。でもやっぱり見た目問題っていうのはその外側の人たち、社会の人たちが変えるってこともたくさんあるとは思うけど、でもそれと同時にその本人たちの内面に落とし込んでいくっていうところの強さみたいなものが非常に際立っている問題だと私は思うわけで、ここがやっぱり見た目問題の当事者さんの持っている魅力だと思うのよね。わかる？なるほど、うん、その魅力を感じられる時はどんな時なんですか？そうだな、そう、ね、エピソードトーク、あのね、はあ、困ったな、具体的にこれがまた難しいんだよね。うん、例えばね、このユーストの何回目かにも出てくれた胆汁性血管腫の三橋正文さんとかいるじゃない、はい、で彼とかが、彼は顔の左側に赤いあざがあるんだけど、営業さんでいろんなところにこう営業に行って、で営業先でいろんな人たちとこう出会っていると、でその中でやり取りの中で、まあ、そのあざがあることについてなんてちょっとユーストでも話してくれたけど、解決の仕方として人を変えようとかさ、システムを変えようじゃなくて、自分の接し方とかさ、自分の考え方とか自分の覚悟みたいな、自分自身をこうなんて言うんだろう、自分自身の何かによってそれをこうクリアしたりするじゃない、うん、だそれは非常にこう人間的な強さみたいなものを感じるわけ、うん、でこれが社会、他の社会問題だったりすると、もちろんその人たち自身が強くて自身を深めていることもあるから魅力的な人も多いんだけど、でも外側のものをこう変えて、外側のシステムを変えてクリアをしていこうっていうこととかが、私的にやっぱりそういうことが非常に見られるので、その強さの違いみたいなものに人間的な、人間臭さみたいな、人間的な魅力みたいな、やっぱ見た目問題の当事者さんの方に感じるわけよ。わかる？伝わる？ごちゃごちゃしてますね。うん、まあ、なんとなくは分かりますよ。うん、はい、分かりやすい？本当？いや、なんとなくは分かりますよ。分かる？うん、分かりやすくはないです。分かりやすくないよね。全然分かりやすくはないです。いい悪いってことじゃないのよ。でも例えば駅の階段ばっかりだったら車椅子が使えないから、その車椅子が使えるようなものをつけてほしいとか、あるいは駅員さんにそういう対応をしてほしいとかっていうことをこう要望を出していったりとかして、いろんな意味でそういったものを勝ち取っていくっていう方向性を取っている問題だと思うわけ。その社会的に障害者問題とかいろんな問題って、でも見た目問題のはもちろん周りの反応をね、誤解や偏見をなくすっていうのはあるけど、それだけじゃなくって、その自分自身がどうそれを捉えていくのかっていうようなところに結構重点があるような気がして、うん、そこの強さっていうね、やっぱり私は私にない人間的な真の強さというか魅力みたいなものをものすごく感じるわけよ、うん、あ、そうか、私ほらさ、何かっていうと人のせいにするじゃない、私悪くないしみたいな感じで、うん、悪いのはあれだとかって言って、こう意外にあれがダメだとかこれがダメだって、私悪くないとかっていう多分性格なので、うん、そういう外側に理由を求めている人間からすると、自分の内側を強めていく人たちっていうのはとっても強くて魅力的に見えるわけよ、うん、うん、そういうこと、まあ、そこを聞くとね、また僕は別の話で、じゃあ見た目問題当事者以外にも僕は散々そういう人は知ってるけどねって思うけどね。
見た問題当事者じゃなくても自分自身に向き合ってすごい考えて一生懸命自分を磨いていこうとする人はたくさんいるから、うん、本当に戸川博子のダメさを露呈したことにしかならないなって僕は思ったけど違うよ。だけど他の人にももちろんそういう人はいるけれど、見た目問題当事者の人たちはでも社会の言われなき誤解や偏見みたいなものはあるんだよ。でそこに対してもちろんそれをなくそうっていう活動をするのもしているけれど、でもそこに対してなんか牙を向いて、だから自分あの社会が悪いんだって言って全部社会の方に向けてるわけじゃないじゃん。あなたが今おっしゃったように内面を深めてすごく魅力的な人はたくさんいるけど、でもその人たちは別に誤解や偏見と戦ったりとかしてるわけじゃないじゃん、見た目の違いとかで、うん、そういうそのなんて言うんだろう、外側の誤解や偏見っていうものが実際にあるにもかかわらず、何をどうしたらそれがクリアできるのかっていうのは具体的な形としてはっきりしていなかったりするので、内面を落とし込んでいって何て言ったらいいんだろう、魅力強くなっているっていうところにやっぱすごい魅力を感じるわけよ、うんうん、だって理不尽なことは理不尽なこととしてあるわけだからさ、うん、でもその理不尽なことをばっかりをなんてなくすってことじゃないんだよね、見た目問題でって思うわけよ、うん、ちょっと伝わった？なるほどね、うん、なんとなく分かりましたよ、うん、あの人は見た目じゃない中身だとか言うけど、実際見た目が重要視する世の中だから、見た目問題を抱える当事者のことを考えていこうとしている戸川博子は見た目問題当事者の中身が好きだってことだねそうねそうね、ああ言ってることは分かりましたよ。分かった、うん、で何でそう、何がだってそう魅力的なんだって言ったらやっぱりそういうとこなわけよ。あとでブログ書くのがすげえしんどいななんとなく分かってくれたんだったら嬉しいわ。でも そうなんそれをね、でも特に死とか障害とかっていうことの人たちと出会ったりとか、そういうものに直面するような問題とかに触れているときに、反面そのやっぱり私はどうして何を聞いても何をしてもやっぱり見た目問題から離れるってことはなかなか難しいので、こう反面見た目問題をやっぱり考えたりするんだよね。そういう時に彼らの魅力みたいなものがより際立って、私の中ではそうかっていうふうに思ったりするわけよ、うんうん、ここで結局ん、え結局のところ伝えたかったのは、結局のところ伝えたかったのはそのね、うん、だから死とか障害と向き合わないからこそ、よりつかみどころのない困難っていうものが見た目問題にはある。でそのつかみどころのない困難っていうのをと共にみたいな感じで一緒に生きている見た目問題当事者の人たちは、人間味的なものがすごい深くて魅力的だっていうことよ。そういうことをいろいろ考えているわけだよ、多分見た目問題当事者は。そうなの？見た目問題当事者がいろいろ考えているさなか飛び出してきたコメントに、僕はもう何もう胸を射抜かれたね、うん、障害や死は観念みたいなもので差し引かれるけど、うん、見た目はそうではない、うん、あーそうね、うわー、うん、そう、いやいいこと、私より本当に上手なことみんな言ってくれるよね。あ、なるほどね、そうか、その考えはあーって思うところではあるね、うん、だけどさ実際にはさ理不尽なことがいっぱいあるわけじゃない、うん、ハンデとして差し引いてもらえないのに、うん、でもそれとやっぱ向き合って生きていくわけじゃない。でハンデとして差し引いてもらえない分、なんか私はその分こう自分自身を深めていってることで、なんつったらバランス取ってるっていうのかな、ような気がするわけよ。なるほどね、うん、でまあそれの直後にね、これもまた大変な話ですけど、うん、自分当事者自身が抱える見た目問題を、うん、外的外から、うんのアプローチを内的に克服しようとする、うんうんうん、見た目っていうものを内的に克服しようとするっていうのは、うん、強さにもなるかもしれないけど、
人によっては精神の消耗戦にならないか、うん、だから理不尽をなくすことが大切なのではないかっていう話も、ああなるほどねとは思いますね、うん、それも本当にその通りだと思う。結局戸川寛子が言ってるその魅力に関しては、多分自分か自分のメンタルか何かと戦って勝ち得た強さだから、うん、多分魅力になるんだけど、うん、そこまでの頑張りに関しては超しんどいとは思いますよね。思う、そう、それも本当にそうだと思う。でもさ、やっぱりそこがちょっと皮肉なことなのかもしれないけれど、別に見た目問題だけじゃなくてね、やっぱこうそういうしんどさみたいなのがイコール人間の深さみたいな時もあるじゃない。うん、別に見た目問題だけじゃなくて、まあ、ありますね、全ての事柄においてね、いわゆる波乱万丈系の方がグッときますからね。いろんなことがあってこそ見えている世界があるっていうのはありますよね、うん、仕事でも何でもさ、ええ、だからその通りだからといってその理不尽をなくさなくてもいいってことでは決してないんだけど、そう消耗しちゃうのもその通りだと思うけど、それによって人間味が溢れていると私はやっぱり思う、うんうん、だから具体的にどのようなところが魅力なんでしょうかってもう一度聞かれてますけどね。そうね、なんて言ったらいいのかな、一言で言っちゃったらなんか人のせいにしないみたいな感じ、うん、すごい簡単に言っちゃうとありますね、うん、それこそ本当にまあまあまあ障害かと対比で話を進めていくんであれば、人の手を借りなければそうできないのだから、人の手を借りる手段っていうのはまあはっきりしていることで、そうしてくださいって周りの人にも言うようなことなんだよね、うん、で解決策はそこにあるんだけど、うん、見た目問題に関しては本当に正解一つないので、うん、結果目の前にある漠然とした問題を自分と向き合って解決していくしかない場合がほとんどだから、うん、まあ本当に自分とすごく対峙して大変な何かを超えなければならないことが多いような気はしますね。そう、はい、ほんそっか、もしかしたらその見た目問題当事者さんはピンとこないのかもしれないけれど、うん、私にはやっぱりはっきり思うのは、その見た目問題当事者さんといわゆる非当事者のやっぱり一番の違いは何かって言ったら、自分自身との向き合い方の深さみたいなものだね、うん、これは本当に明らかに違うと思う、うん、そうか、これはもしかしたら当事者さんにはピンとこないのかもしれない。でも、うん、自分自身との向き合い方は深さは違うね、すごく深いと思う。だそれがね、果たして必要な苦労なのかとは思いますけどね。いやだからそれもさっきの言ったのと同じなわけです、なぜそうなってしまうかっていうバックグラウンドを考えると、手放しでいい何喜ぶようなことではないけれど、でも現実的にそういう人生だったりするわけじゃない、はい、現実の社会ね、今私たちが生きているこの現実の社会はそうだったりするわけだから、その中で生きているっていうことでそうなってしまうということは良い悪いではないんだよね。いい悪いじゃなくて、もう現実的にそうなんだっていうことだと思うよ。うん、うん、でもその自分との戦いに耐えきれなかった人たちはこれから苦しいよ。うん、でもだからやっぱなんていうの、辛い時の逃げ場じゃないけど、そういう息が抜けるところとか、まあ休めるところっていうのかな、そういうサポートの仕方は絶対必要だと思う。だけど
見た目問題のその奥深さみたいなところってなんつったらいいのかな、なんて言ってもそうだから、やっぱ正解のしようがないみたいなところなんだよね。何をどうシステムとして整えてやっていったとしても、最終的には自分自身とその人たちが対峙しなければ多分解決しないんだと思う。そこはすごく難しいと思うよ。だからそれのための休める場所とかサポートできるような場所とかっていう形での支援で、少しでもその荷物を少なくすることでしかないと思う。それをゼロにするっていうのは、難しいんじゃない？って思いますけど。なるほどね。じゃあどうしますか？え？え？いやだから、何がマイフェイスマイスタイルとしてってこと？は辛い時への逃げ場みたいのを制度っていうかシステムとしては一生懸命考えるってことは絶対必要だと思う。で私はそれは一つ情報だと思ってるから、いろんな生き方があるっていう、そのいろんな選択肢があるっていうことを本人の人たちに届けるっていうことがある種一つの、あのサポートだと思ってるから、それをマイフェイスマイスタイルとしてはやっていこう。ただしそれで全てが解決だとは思わない。絶対自分の内面と向き合っているって部分はなくせないと思うので、そこの部分はまあ頑張ってっていうしかないかな。他の部分では一生懸命こっちもサポートするからっていう感じかな。なるほどね。そうですか。私はそう思う。でもそれって何、どういうふうに、どう言えばいいんだろう。なんて言ったらいいのかな。すごく魅力的なことだと思うよ。本当に。まあ。で何を言いたいのか僕にはちょっとよくわからないんだけどね。あ、そう。あのね、そうか。そうか、この感覚はなかなかうまく伝わらないのか。まあね。あの自画自賛で構わないんですけど。見た目問題当事者側からその感覚を表現して伝えようとしたのが。あの割と評価の高いコラム笑えるくらいに最強のなんですよね。あ、自分たちが何を課せられているか、その先に何があると思うかっていうのを当事者側から考えているのが、あの内容なんですよ。そうかもね。でそれはまあ僕は当事者としてあのコラムを書いているので、当事者が言えることの一つとして、だから僕らは打たれても打たれても笑える強さを持っていようっていう書き方をするんですよね。戸川博子という存在が一番漠然としていて難しいのかもしれないけど、どの立場からどう言っているのかがちょっと難しかったな、僕にとってはね。どの立場から？もっと完全に非当事者として切り離して語ってくれると面白いかもしれないんだけど、そうなんともね、なかなかなれないんだね。なんか当事者の近くにいる非当事者っていう変な感覚なので、まあそのなんていうの、こういう公の場でダメ出しをするのも何かなと思うんだけど、なんかこうグッとくるポイントがないんだよね。近くにいすぎるのかな。どうだろう、厳しめに言えば戸川博子が分かった風なことを言いすぎるのかもしれない。ただそこに裏付け根拠はあるからみんなはうんって思うんだけど、でも戸川博子は当事者ではないっていうところが、説得力としては90点止まりなのかもしれないですね。あっとならない。あー、そういう感じかなっていう気がするね。あ、それはあるかもしれないね。だって私自身が自分が体験しているわけじゃないからね。外っていうか旗から見てるだけでしかないからね。だからその本当の意味での
なんていうの、身に染みての大変さみたいなのはよくわからないわけじゃない、うん、だからきっとこういうふうに大変なんだろうとしか想像ができないわけだからね、うん、それはあると思う。でもそうか、あでもだからもしかしたらその当事者さんと非当事者さんの違いみたいのにやっぱり気がつくのっていうのは私だけなのかな、うん、そうか、私だけって言い方変だけど、なるほどね、その違いとかその魅力に気づきにくいのかもしれないね、うん、なかなかはいそうですねとはなりにくいですよ。うん、だから繰り返し聞かれるわけですよ。だから具体的に魅力ってどういうことなのってね。これを上手に難しい2つ3つぐらいの簡単なエピソードで表現できるようになると見た目問題絵本が書けるかもしれないですけどね。簡単にね。いやでもね、そうかな。たとえ世の中がさ、見た目の違いみたいなの偏見がなくなったとするじゃん。その見た目、例えばジロジロ見られることもないとかさ、うん、なんかこうこそこそ言われたりとか、あるいは本当に偏見とか誤解とかっていうのがなくなった、見た目の違いによる差別みたいなものがなくなったとしてもよ、それで全て見た目の違いを抱えて生きる人たちが全て解決するとはならないじゃん、うん、でそういう意味で何て言うんだろう、解決なんていうの、外側だけが変われば解決するようなことではやっぱ決してない。自分自身がその問題に本当に向き合っていかないと共に一緒に生きていくことがなかなか難しい。それを生きてるんだよ、それを本当に淡々と皆さん生きてるわけよ。この凄さったらないって思わない？こんなすごいことってないでしょ。だってなるほどね、まあ、なんとなくは分かるんですよ、うん、言いたいことは、うん、それはね、それはそうですよ、みんなも思ってますよ、みんなも思ってます、思ってます。戸川ひろこ45歳にもなってちゃんとした人生も送らず、旦那とも巡り会えず、寂しいと思ってるだろうに、うん、よく一人ぼっちで頑張ってるなとはみんなも思ってると思いますし、思ってる、よくそんな自分と戦っていられるなと思っていると思いますから、なんとなくその言わんとすることは分かりますよ、うん、だ言わんとすることが分かるじゃ人に伝えたことにはならないんで。そうだね、上手に私伝えべたなっていうことがこの魅力なんですよって言えるようになってほしいなとは思いますね。うん、みんなね、これを見ている人、特にヒロコビッチの穴を毎回見ている人たちは分かっている通り、そう、その通りだと思うんですよ。言わんとしてることはもう伝わってんのいつも見ている人はね、うん、これを初めて見た人が分かるかってことだね、うん、特にこれから初めて見た目問題に触れた人に伝える大事な言葉は何かっていうところがまだまとまりきってないところありますよね。うん、じゃあ私の課題はあれだ、初めての人がなるほどって思うことってことか、うん、よし頑張ろう、うん、ああでもね、トークライブしてても思ったんだけど、その初めて見た目問題っていうのをこう聞く人ね、見た目問題初めて今日聞きましたっていう人たちと話すとさ、すごくその入り口ぐらいの話って結構もうみんなお腹いっぱいみたいな感じになるから、ここまで深い話できないんだよね、うん、うん、それのなんかジレンマみたいなのはあるかな。本当に入り口の入り口を話しただけでも結構みんなそうなんだみたくなるからさ、うん、それ以上こう奥深いところまでもなかなか行けないみたいのがあって、ああだから私余計いろいろ考えるのかな、いろんなセミナー行ったりいろんな人に会ったりすると見た目問題もっと奥深いんだよねみたいな感じで思うのかな、分からんけど、そんな感じでした。難しい。
何なんすかね。でもね、まあ、じゃあ最後もいいよ、みんな、なんか私はうまいこと説明できないかもしれないけど、本当に見た目問題当事者の人は魅力的なのよ。何がって言われたらこれがって言ってパッて一つ二つのこう例え話をできないところがイライラ自分でもしちゃうところなんだけど、わお、自分自身にね、イライラしちゃうところなんだけど、うん、まあもう本当にすげえや、お手上げだって思うぐらいすごいよ。本当に人として尊敬するって思う。だからそこをうまいこと皆さんに伝わるように頑張ります。じゃあ僕がね、うん、あえてここで急に変な話をしましょう。正直なところね、やだな、変な話、その戦いに結末がないから一番苦しい。そうかもね。僕は特にあのその癖があるので、うん、僕の中でははっきりと分かりやすいんですけど、その自分と戦い続けて得ていくものがあることはなんとなく分かったけど、この戦いが終わらないから永遠に苦しい。あー、そうかも。僕の中では何も解決というか結末がいつまでも見えないので、いろんなこと考えて、ああでもないこうでもない、こうしてみようああしてみようってトライアンドエラーを繰り返して、いくつかの成功パターンが生まれたところで、明日以降のことはやっぱり新しい問題なので、自分はどうしたらいいかは永遠にわからないんですよね。だからさ、ある種パイオニアみたいなもんだよね、多分全員がね。うん、全員が。それこそ自分の直の兄が全く同じ症状だとかっていう状況じゃない限り、自分と全く同じ人がどうしているかも絶対わからないし、多分他人であればあるほど共感しできないので、うん、そっちはそうこっちはこうってなっちゃうから、全員多分その自分との戦い、内面と向き合っていく生き方をする人は自分がパイオニアだと思いますよ多分。うん、そうね、本当に全員がパイオニアみたいな感じだと思う。確かにゴールはないから、こう常にこうとトライし続けているみたいな感じね。まあまあ本人は辛いっていうふうに言われてしまえばその通りなんでしょうって思うけど、やっぱりその辛さっていうのが輝きなんだとは思いますよ。でもね、辛さが輝きなんだとか言われても生きる強さにはなかなかならないよ。いやでもそこはなんか自信を持ってほしい、本当に。じゃあね、もうちょっと普段から人を褒めたらいいと思う。そこかよ。いやだってカズヤすごいよ。ずっと自分と向き合って生きているわけよ、僕に限らずですよ。結構僕が見てきた多くの人はそのパターン多かったですよ。そうか、ずっと自分と向き合って生きてきてるから、で自分で結論出ないまま永遠と戦い続けていたりするから、あのなんていうか、成果に対して褒められ慣れてないし、そうか、褒められて報われる感じっていうのを多分知らないです、ずっと。カシアン本当いいこと言うね。僕はいいことしか言わないですよ。本当カシアン今いいこと言った。そうだよ、みんなもっと本当褒めればいいんだ、だって本当にすごいんだもん。あー、また一つ私の穴が開いたような気がします。でも戸川博子ほど魅力に気づいてる人はやっぱり世の中には少ないから、みんなに褒めてごらんよって言ったところ難しいんだ。分かった分かった、あ、私がじゃあやっぱりそれをやるよ。でもそうですね、一時期、うん、特に僕が戸川博子という女、マイフェイスマイスタイルという団体と出会った時は結構そうでしたよ。え？わあすごい、そういうこと、そうなのって驚きばかりを表現してたんですよ。だけど見た目問題総合情報誌マイフェイスっていうものを作り始めたりとか、ヒロコビッチななとかをやり始めて、多分だから戸川博子が見た目問題スペシャリストとしてちょっと肉付きすぎちゃったのかもね。そうかも、慣れちゃってんだよね。だからああそういうすごいパターン前も見たことあるみたいな、あんまり目の前の人を褒めたり目の前の人に本当に感動を伝えたりしないよね。ごめん、反省する。反省しろ。すっごい反省するわ。
ああ、またちょっと私の穴が一つ開いたような気がする。そっか、わかった。素直に感情表現すればよかったんだ。お、それでね、当事者はまたもじもじするわけよ、うん、戸川ひろ子さんが言ってくださるほど自分の行動をすごいと思ったことがないんですよっていう思っていいから。みんなは自分と戦っている立場として、自分がすごいすごくないとかじゃなくて、自分との戦いを永遠に続けてるから、それこそ自分の中に勝ち負けもないし、そうだね、なんか偉い優劣もないんですよ。ずっと自分とうーんうーんってやっているから、人から褒められても、いや褒められるほどではってなるのもそうなんですよ。でもさ、私やっぱこれはみんながって意味じゃなくてね、あの当事者さんがって意味じゃなくて、うん、やっぱこう社会的な評価が低いと思うんだよね。すごいなんか本当にとてつもなくすごい人材たくさんあるのに、なんでみんなここに気がつかないんだろうって思うわけよ。どうしたら、だから何回も言うかもしれないけど、どうしたらこの魅力的な人たちの魅力をみんなにうまいこと伝えられるのかに思うわ。思うわまあ、でもまず私がみんな褒めるっていうところの努力から始めたいと思います。まあ、確かにね、それは革命的だとは思いますよ、うん、そう、おそらく見た目問題当事者が見た目問題当事者として生きてきたことを褒められることなんて多分ないんで。ないのか。それは革命的だと思いますね。ある種その見た目問題克服プログラムの一つに入ってもいいぐらい、ちょっと不思議だけどある考え方だとは思いますよ。あなたたちが考えてきたこと、そこに価値はあるって言われると、ちょっとなんか頑張ってきたのも悪くなかったなとは思えるかもしれないですね。すごくあるよ、うん、うん、なそうね、もっと評価されても何の問題もないって思うな。哲学的だったりもするしと思います。そうか、まあ、だから魅力って何なんだって言われて答えてもらわないとこれを見ている誰か非当事者がそうか褒めてみようって思ったところで、どこをどう褒めようってなるよね。いや、もしねこれを見ている非当事者の人は、当事者さんがそばにいるんだったら、一回じっくりと話してみてごらんなさいよ。やだよ、人見知りだこっちはいや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 本当にこうね、まあ、もうなんかもうびっくりするぐらいな宝石箱を開けてしまったような感覚に陥ると思うよ。もうなんていうの、開けたら出てくるは出てくるはものすごい、パンドラの箱パンドラの箱開けちゃダメなんですよ。もう本当に埋蔵金のようよ、わーって思うから、すごいの見つけたって思うぐらい、本当に次から次と宝石みたくいろんなすごいことがその人の中から出てくるもの、一回じっくりと話をしてみることをおすすめします。なるほどね、うん、言葉一つ、態度一つ、考え方一つ、本当にすごいよ。わかりました。じゃあ今日は久々にあれをやりましょう。何？マイフェイスマイスタイル代表戸川ひろ子から当事者へ向けてメッセージをお願いします。そうか、当事者さんに向けて。はい、当事者さんに向けてね。 OK、 いい、もう Q 出されてる。うん、うん、あのね、私が出会った見た目問題の当事者さんたちはもう本当に皆さん自分自身と向き合って、こうなんて言うんでしょう、ものすごい宝石みたいなものを自分の中にたくさん持っている人たちでした。だからその宝石に触れた私の方がなんかもうキラキラなものを手にしちゃって、すごく嬉しくて、やったって思うぐらい素晴らしい人たちと出会ってきたので、多分これから先私と出会う見た目問題当事者さんたちもすごい宝石を皆さん持ってると思うので、ぜひそれを皆さんたくさんの人に見せてあげて、みんなを幸せにしてあげてください。よろしくお願いしますなんか AKB48 の総選挙壇上スピーチよりもあやふやな感じのスピーチになった気がしますけどね。いや、みんなが持ってる宝石はものすごくキラキラしているので、ちょっとそれを皆さんに見せてあげてください。多分、うん、皆さんの魅力とか素晴らしさは誰にでも伝わるものだと思います。ああ、うん、なるほどね。この川端タイヤードがさっきちょろっと出てましたけど、
戸川博子と自分を重ね合わせて、うん、当事者のパートナーとしての感覚っていうことをずっと言ってたんですよ。おでその当事者のパートナーとして今の言葉、うん、分かるような気がするらしいですよ。そうでしょ、絶対そう私も思います。まあ、だからね、ある種僕が言っていいのかどうか分かりませんけど、うん、当事者のパートナーは、うん、見た目問題を持っているあなたの魅力を感じているって言っていいとは思いますね。あうん、症状とか関係なく好きだよって言ったりするのももちろんあるんだけど、うん、多分見た目問題当事者だから培ってきたその感覚もひっくるめて君のことを魅力的だと思うって普通に言ってもいいのかなとは思いますね。あ、うん、その症状を持って生きてきたことを評価する的な意味で、うん、なかなかね、うん、家族ですらなかなか言えないんで、その症状を持って生きてきたあなた、それがあなたの魅力よなんてなかなか言えないんで難しいことかとは思いますけど、まあ、じっくり話し合うなり見つめてみるなり見守ってみるなり考えてみるなりして当事者に対して、うん、症状も含めてこの人の人間性であって、うん、この人が生きてきたことそのものから感じる魅力があるなと素直に思えたらちょっと面白いかなと思いますね。そうね、うん、本当にそう思います、うん、まあ振り返ると宝石箱を開けたような感じとかちょっと恥ずかしいコメントすぎて僕は今プみたいに、でも本当そうなのよ、ね、本当にそう、みんなが持ってるのはキラキラ輝いてますから、その輝きは誰にでも通じる魅力だと私は確信してます。だから持ってるものをちょろっと皆さんに見せてみてください、うん、まあそれでもね、さっきも言ったようにそれにゴールがないっていうか、それを生き続けていくっていうのはしんどいこともたくさんあると思うので、うん、なんとかならんかって思ったりした時はマイフェイスマイスタイルに連絡ください。そうですね、一緒に考えていこう。ちょっと今夜あたりマイフェイスマイスタイルさんに相談してみますわ一緒に考えていこう。本当に彼女に対してすら素直になれない自分の中での戦いがたくさんあるんですよ。それはちょっとまた別問題だと思いますが、いや自分の中での戦いはしんどいよみんなに対して僕は一つだけ残しておくけどだからといって自分との戦いは全然前向きにならない、超しんどいから、それだけは僕の中での事実です。はい、はい、まあ、なんだこれはあ、でもなんか私の言いたいことが伝わったようでよかったです。うん、まあ恒例となりましたけども、うん、今この生を見てみてちょっとよく分かんなかったなっていう人は、うん、いずれ録画をもう一度見直してみてください、うん、見てみてください、うん、何言ってんだって思った人はなんか録画見たら、あ、なんかこういうことかって思ってくれるかもしれません。でなんとなく分かったら来週頭ぐらいにもう一回見てみてくださいそしたらもうちょっと何か分かってくるかもしれないんで。そうだね、うん、うーん、やっぱ私ちょっとお得なんだなきっと。そういう人だって宝石たくさん見せてもらってきたわけだからさ。いやしかしそれをお得だな、うん、宝石箱みたいやと思えるそこが戸川博子の一種独特なところで魅力ですから。あら、ありがとうございます。一般の人にそれを強要しちゃいけないとは思います。まあ、強要まではしないけど、だけどこのこれは誰にとってもキラキラした魅力だよ。でもまあ悪い気持ちはしないですよ。明日から見た目問題当事者が何かと褒められるようになったら悪い気はしないですよ何かと褒めよう、何かとね、あ、やっぱり普段からその見た目問題みたいなことを考えてるからなのかな、深いねなんて言われて世の中の人が、世の中の当事者がすごい言われて、いやそんなことないですけどすいませんみたいなことになったら悪い気はしないです。面白いですよ。あら、はい、よかったよかった、はい、ちょっと面白くなればいいと思います。はい、まあそんなことでいいでしょう。いいんじゃないですか。最近見た問題当事者のゲストが少ないですねうーん、だってみんな恥ずかしがり屋なんだと思うんだけど、出ないって言っても、いや、まあみたいな感じでちょっと考えときますみたいな感じなんだもん、うん、どうなんだろう。でもここら辺であえて聞くよ、んみんな見た目問題当事者が出るユーストと
ついさいここ最近何回かいろいろやっている戸川ひろ子がメインでゲストがいないパターンと実際どっちが見たいのかね。そりゃゲストさんでしょ。わからないじゃないですか。両方、ね、両方だよね。ね。うーん。じゃあその件に関してはおいおいツイッターかなんかで意見を寄せてください。本当にね、出てほしい当事者さんはいるのよ。うん、いるんだけど。そう、あ、自分を褒める言葉としてこの人のはいいね。逃げられないしんどさと向き合いつつ生きる、それだけですごいこと。そう、あ、そうって言っちゃった。自分で思えたらそれはいいかなとは思いますよ、うん、そうなんです、そうなんです、本当にそうなんですよ。あの非当事者から当事者に向けてそれだけですごいんだよって言われるとちょっと違うんだって思う気持ちが僕はあると思うんですけどね。あなたが一生懸命生きていることだけでもすごいことなんだよって言われると、その非当事者から言われた当事者はえってなるとは思うんだけど当事者が自分の中にしまっておく言葉としてはこの言葉とかいいなってちょっと思いました。そっか、俺ここまで一生懸命頑張って生きてきたわ、自分も結構すごいわって自分自身に言えるような気はするんだよね。最後に一つだけ、最後にいくつでもどうぞそう、私見た目問題当事者さんの、まあ、唯一っていうか、まあ、欠点っていうかさって思うところは自分を褒めないんだよね。それは思う。どうしてみんな自分を、も私自分で自分のこと褒めすぎなのかもしれないけど、もっともみんな自分を褒めても全然 OK だと思うの。それぐらいなんかこう自分自身にすごいハードルを高くしてるんだなって思います、うん、もうちょっとそのハードル下げてもいいんじゃないかなって。だからまず一つは周りが褒めてくれることで。そっか、周りから一切褒められなかったら自分はまだまだだと思って追い込み続けることしかできない。そうか、そうか、そういうことなのか。そう、一人でも褒めてくれたら自分ちょっとやったって思えるから自分のことも少し褒められるようになったりするんだよ、うん、なるほど、そういうことか。誰からも褒められないと自分なんて褒められる人間じゃない、もっともっと頑張んなきゃしか考えられないから。そっか、勝手にね自分で自分のことを褒めてあげられる人はねポジティブだよ。あー、そっか、その人はもうポジティブ。そうだね、周りの褒め方が足りないんだ、それは悪かった。よし、じゃあそこを気をつけよう。はい、あとはね、ゲストがいるいないに関しては、うん、あのどっちもいいっていうみんな優しいゲストがいるのはいるで見たいし2人で話すゲストがいないパターンも見たいっていう、まあまあ出してくれたんで、みんな優しいね、 ありがとう。出てくれるゲストが、スカウトでき次第、または、うん、あの常にウェブサイト上でも出演してくれるゲストさんを緩く募集しているので、自分が出たいっていうゲストさん、見たい問題当事者さんとかがいたら連絡をくれて、その人とうまく相談でき次第ゲストは出るし、うん、ゲストがいないときはいないっていうパターンでこれからもやっていく形になりますかね。うん、いや、うん、全然出たい人がもしいたらいいっすよ、あの出ましょうよ、お待ちしてます。はい、はい、ほらずっと貼ってあるんだけどずっと貼ってはあるんだけど、まあ、画面上にはなかなか認識できない、うんぼやけた文字でしか書いてないけどね、うん、出演当事者さんも大募集しておりますので、はい、これからも楽しくやっていきましょう。いやー頑張ろうと人を褒めることを、うん、私やっぱ褒めベタだからな、そこは鋭意努力していきたいと思います、うん、さて来週は6月の13日、うん、6月13日、うん、マジか、6月13日ボリューム65かなをお送りしたいと思います。来週は6月13日ってことは私45歳になってます。言っちゃった来週言おうかと思ったけど今日言っちゃいました。寂しさ増量中45。今日はもうアフタートークしないね。誰からでもなくチーフからはいって言われたんでアフタートークしないみたいな。今日はもうアフタートークしないので、はい、録画をご覧の皆さんもここまで、生をご覧の皆さんもここまで、それでは皆さんまた来週、さようなら、バイバイ。
ちまいたい。Tonight.